風の中の子供は、坪田常時による日本の児童文学作品。新聞連載作品として執筆され、後に単行本化される。その後、映画化、テレビドラマ化もなされた。岡山市役所や泉処房創業者の坂井義夫は、本作を坪田の代表作であると紹介する。本校では映像化作品についても記述する。 東京朝日新聞の夕刊に1936年9月5日から11月6日まで連載された。12月観光。坪田の出身地である岡山市を舞台に、坪田作品にシリーズとして登場するゼ太と三平の兄弟が、大人の過酷な世界の中で生きる姿を描いている。連載終了後の1936年12月に、 竹村書房から炭鉱本が刊行された。県警具体の典型のような兄弟がいる。弟の名は三平。母は優秀な兄貴と対照的に、おつと平ばかりで功が一つもない三平が心配で、しょうがないが、父は結構なことだと思って、気にしない。そんな時、父が私文書偽造の容疑で逮捕され、三平はおじに引き取られることになる。そして、 事態は思わぬ方向へ向かう。小竹の制作で1937年11月11日に公開されたオズ映画の顔になる前の竜知衆が脇役で登場。テレビドラマは1964年に TBS 系列の明星杉の小劇場、1965年に NHK 総合の子供劇場、1974年に 同じく NHK 総合の少年ドラマシリーズでそれぞれ放送された。いずれも原作は同じだがタイトルは微妙に違っている。風の中の子供というタイトルで1964年7月6日から同年9月28日まで放送。初のドラマ化とともに唯一の民放での放送でもある。また、明星杉の小劇場では最後の作品。 風の中の子供というタイトルで1965年3月14日に放送。唯一の単発作品。無名時代の古谷徹が出演。キャスト原作通りの風の中の子供で1974年8月27日から同年9月4日まで放送。全体役の佐藤博之は後に忍者キャプターで泉啓太を演じ。 三平役の須の内重幸は後に少年探偵団5年3組魔法組にレギュラー出演する。キャストスタッフ、ありがとうございます。